どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。横浜新大魔神伝説。現在1位、には返り咲きましたが、0.、もう本当にゲーム差0という、とんでもない状況でございます。それじゃあやっていきましょう。巨人戦、敬語、誰？お、見に来てくれたんだ。応援してるからね。ありがとうございます。彼女が観戦か？羨ましいな。いいとこ見せろよ。あるな、これ当番。予感だけど、3連勝中。なんとしても俺たちが切り抜けてやろうじゃないか。その連勝を止めてやるんだ。そして俺たちが連勝、今度は俺たちが連勝ガイドに乗るんだというところをね、見せつけてやりたいですね。いや、なんせ今回彼女が見に来てますから。かっこ12歳年上。いや、でもなんかね、テレビとかでやってるじゃないですか、こう年上彼女がどうこうっていう。今こうやって見るとね、なんか、リアルにね、年上彼女のなんか、カミネロパーフェクトリリースしやがった。やばい。そうだよ、カミネロがいるんだよ。大丈夫かこれ、防御、セーブ数、28、並びやがった。くそ。登板がなかった。残念。彼女には、ちょっと見せられませんでしたね、あんま。出番がなくて残念。いや、しょうがない。そういうお仕事なんだから、中継ぎとか、抑えっていうのは。出番がない時はないんだと。お、また見に来てくれたんだ。東京まで。2試合連続で。泊まりで見に来てくれたんかな、だとしたら。いや、でもまさか。もし、なんか、その、彼女のその、いわゆる拠点としている、生活拠点としている場所が、横浜だとしたら、案外通うことは不可能でもなさそうなんだよね。まあ、ちょっと大、めんどくさいさはあるだろうけど。ちょっとこれ登板ねえぞ、これ今回も。なんだよ、全然見せられてないじゃない。いいところ。はい。菅野が12勝目。はい、登板ありませんでした。まあ、しょうがないな、これは。抑え投手はそういうもんだと思ってどうか分かっていただきたいね。じゃあ、電話。どうしよう。デートちょっとかけてみようかな。いるかもしれない、東京に。今日はどうしたの？あ、行けるんだ。どうしよう。海辺に誘う。夜の海辺はどうなんだろう。それでもいいんだ。逆になんかオシャンティーだよね。はい、また今度。ちょ、プロポーズ早い。さあ、そして31日。はい。どうしよっかなーと。ピンポン。あ、誰？差し入れにプリン。嬉しい。よかったら食べてよ。とても美味しかった。いいね。そう、こういうね、お姉さんが好きな理由って、僕こういう、いわゆるなんていうかな、落ち着いてる、なんか、人がいいんだよね、つまりは。情緒不安定な人はやっぱ誰だって嫌じゃん。正直なところを言うと。だからなんかできるだけこうなんかやっぱそれなりの人生経験、まあ俺よりかはちょっとなんか積んでるぐらいで、でまあなんか、落ち着いた対応ができる人の方がいいかなっていう気がします。まあそんなことはとりあえず置いといて、8月に到達いたしました。さあ4月の月間 MVP よ。勝率5割だったか。セリーグ、さあどうだ。メンデス、山田、残念。選ばれはしませんでしたね。お、なんでしょう。おー、福田アナ、また来てくれた。頑張ります。はい。まあ、疲れ溜まるぐらいだな、別にね、そんな。じゃあ、電話。神奈川だからな、彼女とデートしてもいいんだけど。まあ、今の、8月のうちに行っとこうか。ちょっと今、ひゃっくりがちょっと出かけたんで、ちょっと申し訳ない。しょうがない。だって、18歳のご身分でね、そんなお金なんてガンガン使えないですから。また今度。よろしくお願いします。すごいでも積極的な彼女ですよね。ぶっちゃけた話、そっか。彼女、見に来てくれてるんだ。もうなんか見に来てくれるぐらいの仲になったのかな。相手は4連勝中？なんだかちょっと負けられないようにしましょう。流れに乗り込まれないように。ね。竜殺しなんてかっこいいね。竜殺しでもなんかこの間、以前だったかな。なんか、ストーレートの直球人生リアル2、R2 ですね。あの時に、ちょっと、サムネのタイトルでね、書いちゃったんですよ。竜の首刈りみたいな。あれってあんまなんか書くべきじゃなかったんじゃないかなって、ちょっとね、俺ね、悩んでるんですよ。まあ、ちょっと、伊能さん負けたか。ちょっとまあ、しょうがない。連敗中 !3 連敗。やだね。また来るね。はい。他球団からマーク、またか！もうどんだけマークされてんだよ。俺、結構な感じで来てるよ、今。じゃあ、こういうデート。はい。神奈川にいるときはもう徹底的に。海に誘う。許してよ。お金さ。そんな、だって高級料亭だからだっけ。結構長く行っちゃうんだから。はい。そしてじゃあ行きましょう。なりきりプレイ。今度は。でも首位との直接対決あるからな。ちょっと、覚悟を決めないといけませんね。
まあちょっとだからとりあえずこの連敗脱出しましょうよ。ほんでもって中日が今連勝中っていうのも気になるし、打線が不調なの。おっしゃ、いいよ、行くかこれ登板。うー、ない、あ、来た。9回表守備ビハインド、ベイスターズピッチャー交代です。ビハインドの登板か。さあ、いよいよ最終回。はあ、なるほど。なんとしても登板させたかった。やべえ。はい。今取ってくれたらなんかそれはそれでありがたいと思ったけど、まあファールだし、焦らず行こうや。第3球を。じゃあ低めスライダー。ほい。投げました。見てくる。外角攻めって怖いかな。うわー、流された。が、よし、センターフライ、守備範囲内、よかった。これでワンアウト。おーし、ワンアウト。ただこれね、1番からの上位打線っていうのが怖いですよ。ほい。とりあえずフォーク。そい。よっしゃ、追い込んだ。さあ、そしてスライダー。せーの、よいしょ。ういー。いやー、ナイス。うわ、かっこいい、今の。アウト？今の超かっこよかった。リプレイってこれ、PS4 だとどうやってやるんだろう。後で調べとこう。オッケー、いただきました。スリーアウトチェンジ。さあ、逆転をもう、ちょっと、6、7、8の下位打線。でも俺は信じてる。ない。ない。まあ、しょうがない。もう、これはね、いいよ、ホールドポイントついただけまだマシだ。ほい、中継ぎ登板でした。4試合連続たパーフェクト。まあ、ありがとうございます。しかし、連敗が重なってますな。うん、しかもこういう時に限って彼女見に来てねえっていう。ちょっとどうしよう、休もう。はい。休息を取ります。ちょっと疲れ取って。で、万全の状態で試合に臨もう。お、カープの背中見えてるぞ。ああ、燃えてきたぜ。いいね、ほんのりパワーアップ。頑張りましょうよ。そう、周囲の背中見えてんだよ。横浜市民、あるいはね、DeNA ファン、みんなもう、セリーグ優勝に向けて頑張ってるんですから。もう応援もね、もう全てにおいて。いいぞ、1点リード。よし、そのままいけ、そのままいけ、そのままいけ。登板はない。勝ちました、でも勝った。よし、連敗阻止。よくやった。はい。勝ったよ、なんとか。とりあえず連敗は終わった。かつ、中日の連勝も止まったと。よかった。登板ないけど、まあ、なんとか連敗止まりました。ほっとしてるよ、まずは。どうしよう。じゃあちょっと余裕、あー、寝ちゃった。もったいない。うん。彼女とちょっとどうか遊び行こうかなと思ったんだけど。広島戦。さあ、首位と3ゲーム差。3連勝して、イーブンか。なんとしても縮めましょう。ちょっと連敗が効いたな、そうなると。頑張りましょう、広島相手に。ここ正念場だよ、本当に。最悪3連敗したらもう立ち直れないかも、下手すりゃ。頑張りましょう。一本、一つでも多く勝って。まずはだからここ3、やばい、ちょっと、打線が援護し、元気じゃねえな。あー、まずい。うわ、またジョンソン。で、これ抑えられたの、絶対。また。あー、ジャクソン27セーブ、やばい。他のなんか守護神たちが猛追してくるんだけど。8月5日。さあ、そして、はい、なんでしょう。お、パン！ありがとうございます。とても美味しかった。疲れも取れる。最高じゃないですか。どうしようかな。フリー、ちょっと、じゃあ、デートしてみようかな。はい。うん。どうしたのと。海辺でちょっとリラックスして、海辺デートしすぎ。また今度。さあ、じゃあ、試合行ってきます。みたいな感じで、ちょっと、なんか、見送ってくれたら嬉しいね。やっぱり。さあ、やっていきましょう。目指せ。30セーブ。あと2つ。もう目標はもう間近なんだから。本当に。いいぞ、いいぞ。いけ、押せ、あと1点。よしよしよし。来た、登板。行きます。彼女は見てない。だが、それでもいい。俺が向かうべきは、このマウンド、そして勝利。行きたいと思います。ちょっとかっこいいこと言おうと思ったけど、全然言えなかった。やっぱ性に合わないことはすべきじゃなかったな。一番怖いのは、マークがマークついてんですよね、他球団から。それがちょっと怖いのが嫌ですけど。よっしゃー！外角ストレート。いやー、なんか代打構成できますな、やっぱり相手としてもね、1点でも欲しいですから、ここは。でも、俺たちだって余裕ないんだから、本当に。1位、2位、頂上決戦で。ほい！よっしゃー！いいね、2三振。久しぶりのね、抑えの場面でもう燃え上がってますよ、越石は。ボールも走る、フォークも落ちる、そしてスライダーも曲がると。じゃあ足元、そい！まあ露骨に振ってこねえわな、そりゃ。外角、これでどうだ？まあ、
じゃあ殿下の宝刀フォーク、これで三振。ツースリーフルカウント、マジか。じゃあ外角フォーク打ってきた、サードゴロ、よし、オッケー。29セーブ目上げました、よかった。しかもこれ首位に勝ったって、これまた3ゲームに戻しましたから、ここでの首位、なんか首位返り咲きはまあ無理だとしましょう。もうこれはもうしょうがない、この後だ問題は。だからとりあえず2ゲーム差まで持ってこうよ、頑張って。ほい、大活躍ありがとうございます。ぜひ行きましょう。うん、石田さんに奢ってもらった、やったぜ。え、なんだ、嫌な予感がする。おお、わか、え、連勝ストッパー、はあ、え、どういうこと。はい、それは褒められてんのか、称号獲得。へえ、連勝ストッパー、それは自分のチームの連勝ストッパーストップしてんのか、相手チームの、ちょっと見てみましょう。称号リスト、これか、相手チームか、相手チームの連勝を4回以上ストップし、かつ相手の連敗ストップが2回以下である投手が奥に、連敗ストップが2回以下である投手に送られる称号。あ、やったじゃん。あ、じゃあ、いい意味での連勝ストッパーなんだね。嬉しい、そういう風になんか評価されるのはなかなか。はい。じゃあ、ちょっと彼女からまたパワーをもらっておきましょうかね。海辺。金がかかるからなんすよ。他のところは入場料やなんやら。公園か海かですよ。はい、また今度。すいません。いずれ、ちょっと指輪ちゃんと買います。それじゃあ行きましょう。なりきりプレイ。ただ、なんだろう。正直、もしなんかこう、プロポーズして OK もらったら9回揺れるよね。もう18歳ルーキーがさ、だってもうそれで、もうプロ1年目で、12歳年上の、ねえ、女性と結婚だぜ。すごいニュースになるよ、それ。勝ちました!よっしゃ!オッケー、でかい、これ勝ったのは。まあ、ちょっとできれば3連勝したかったけど、文句は言えない。お、ひろやすさん1号おめでとうございます。出ました、はい。登板がなかった。まあ、しょうがない、これは。さあ、7月8日。8月、8月7日だ。あと1回セーブ達成すればいいんじゃないかな、多分パターン的には。じゃあちょっとこういう。東京か。東京ちょっとお出かけしてみよう。商店街。なんかVIPな東京タワーじゃないですか。川岸行ってもな。あ、これは違う。能力研究所。うん。本が購入できる。これは空き地、あ、違う、公園か。ゆでウィンナー。ショッピングモールか、やっぱり。買うとすれば。東京のショッピングモールだったら売ってるかな。ちょっと待ってくださいね。施設一覧。見た感じ、こん中だったらそうだな。じゃあ、ショッピングモール行きます。はい。誰かいねえかな。誰かいねえかな。いないはしないだろうけど。あー、ダメだ。ノート PC。ホームでブログ、あ、ブログ副収入が手に入ったりするのかな、もしかして。まあいいや。副収入なんてさ、まあプロ、まあ現役選手のブログだったら結構見る人いるかな。なんていう気が。じゃあちょっとどうしよう。こういうデート。ほい。わざわざ応援してるよ。ありがとうございます。そうか、今日は会えないんだな。でもいいんだ、評価が上がる分は。さあ、それではやってまいりました。なりきりプレイいっちゃいましょう。ヤクルト戦。はい、6位スワローズ。相手も3連勝中。でもこっちも今連勝乗ってますから、今。2連勝か。でもいいんだよ、それで。このね、連勝ストッパーの俺が登板すれば、きっと相手はね、もう、震えおののき。もう、ひれ伏すであろう、みたいな。すげえ点差が。あ、これなんだこれ、なんだ戦。これあるぞ、登板、本当に。どうだ ?1 点ちょうだい、1点ダメか。10回裏、守備。あー、セーブはねえな。まあ、とりあえず、負けはつかないように頑張りましょう。久しぶりに白星欲しいっていう感じもあるんだよな、次勝って。ほい。オッケー。いいね。今日フォークもっと抑えるよ。いつもより。ああ、まずい。ストレート。あ、オッケー。レフトフライ。危な。はい、それじゃ行きましょう。オッケー。冴え渡るフォーク。意外性の男が怖いよ、結構。やべ。あ、でもこれは、オッケー。ショーフライ。さあ、それでは代打荒木に対してもこれしっかり行っていこうか。代打丸かなんか持ってたような気もするんだけど、そこも気をつけて。ふい。よっしゃ。ストライクズバッ、ストレートでズバッと三振取れるのはかっこいい。さあ、いただきました。いいね。さあ、そして代打でからの、来い。さよなら。ないか。引き分け。
まあでもいいや、ホールドついたし、結果的な、結果的にはですけど、筒号32号、おめでとうございます。しかし、あと1点が欲しかったな、本当に。今日は登板あるかなと思ったけど、まさか、中継ぎとしての登板だったとはな。まあいいっす、相手と、それ、こ、うん。3位転落、マジか。何、巨人そんなとこまで攻め、なんか近づいてきたんだ。何ごまケーキ。へえ、この間出てきましたね。ちょっと休もう。はい、休んでちょっとヤクルト戦に臨みましょう。あ、そう。うわぁ。で、もう、そっか、同率だったのか。で、さっき俺が引き分けで巨人が勝ったから、0.5 差ついたのかな。でも全然首位はね、見えてるんだよ。本当に。だから本当1位、2位、3位、めちゃくちゃもう今、混戦状態なんですよね。ギリギリまで可能性あるから、これ、頑張っていけば。このペースで。でもこのペースだとまずいんだよ。もっとペース上げていかないと、チームとしては。よし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 、そのままいけ。もう1点。よし、登板来た、登板来た。よし、行こう。2点リード。さあ、越石、30セーブ目目指して頑張りますよ。とりあえずはもう、はい。フォーク。オッケー。フォークでまずビビらせる。また左に強い。やばい、ごめんなさい。左に強い、なんていうか、打線はやめてほしいな。やばい、あ、これはサードゴロ。アウト、ワンアウト。さあ、バレンティンにもちょっとしっかりと。うい、よっしゃ、キャッチャー。初球で片付けたのはでかい。よし。さあ、山田テスト。怖いよ、ここは。うい。うん、やっぱ不調なのが攻めてもの救いだから、ハイボールヒッターにはやっぱり低い球、よっしゃ、ファーストゴロいただきました、セーブ。今日もペースよくいただきましたよ。30セーブ達成だね、これで。かつ、大魔神の面影だっけ、背中だっけ、あの、あれも達成ですね。30セーブ達成いたしました。イエイ、おい、完璧な投球、ありがとうございます。7試合連続パーフェクト。チームは3連勝。そして何より、こっからですよ、問題は。はい。大魔神の面影、3成功。ハイボールバット。これパワー上がるんです。っていう感じみたいですね、調べてみたら。調子が急速経験値、まだか。大活躍ありがとうございます。はい。おごり、いいっすね。ぜひ行きましょう。はい。おごってもらった。やったぜ。さあ、そして、はい。お、新外国人、またあ、今月の、あ、外国人の活躍ぶり。31セーブか、カミネロ。1セーブ足りねえ。メンデスは27。20セーブ、シュリッター。有料スケット。まあ、それそうだよな。パラデス。キャンベル、ゲレーロ。ああ。新天使、早くも存在感を示しています。ヤクルトのグリーン。答えられていない。マジか。複雑だわ、なんか。はい、8月10日になりました。さあ、というわけで、じゃあ次回もやっていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。